どうも、アグニです。本日の食材はね、こちらです。美味しそうでしょう。ニラシャーペーって、ニラシャーペーって書いてますね。こちらを今から焼いていくよ。はい、本日の食材はこちら。ではじっくり見ていきましょう。ニラシャーペー、シャーペー、餅みたいですね。あ、冷たい。あ、一応や焦げ目ついてる。あ、ニラの匂いがすごいね。こんな感じですね。まあ、調理って言ってもただ焼くだけですね。これは美味しそう。美味しそうでしょ。ちょっともうちょっと近くから見てみますか。はい、本日の食材ですね、こちらですね。小判みたいな形をしているシャーペー、シャーペー、ニラシャーペーですね。はい、今日もこちらの鉄鍋でやっていきます。弱火が、弱火じゃない、中火がいいみたいだね。中火で、中火で焼きましょうね。はい、では入れていきます。では焦げ目がついてないのを 上にして入れますよね。ん、いい音。シャーペー、わぁ、ひっくり返っちゃった。これはね、あの、ドンキーで買いました。イエス。熱い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 。ちょっと強いかな、火が。やりか。あー、美味しそうだね。感じですね。こちら、産地はね、産地は、書いてないね。日本ハム、日本ハムさんですね。大阪市の梅田で出来上がったみたいですね。あ、待てよ。製造したところは三重県ですね。三重県で作ったシャーペーです。何語シャーペーって。シャーペー。美味しそう。うわー、焦げちゃった。焦げんの早っ。熱い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 、油が痛い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 、油痛い、ハンバーグみたいになってるよ。あー、いい匂い。ほら、皆さんも匂い嗅いでみてください。ほら、いい匂いでしょ。早く食べたいね。シャーペー。エビフライみたいな。エビフライ？ちょっとあれ入れすぎたな。オリーブオイル入れすぎたかもしれない。べちゃべちゃになってる。油いらなくないか。確かに。油いらんかったかもしれない。まあ、オリーブオイルは体にいいんでね、多分。あと10秒やっていきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。 OK、 もういいんじゃないかな。多分これでいいでしょう。じゃあ盛り付けていきましょう。はい、ではですね、本日盛り付けるお皿はこちらでやっていきます。これ100均かな、グラタン入れる器ですね。これに綺麗に盛り付けていきますよ。まあ、何回も言ってるんですけど、見た目がね、大事ですからね。お料理動画じゃない、盛り付け。綺麗で、今日焦げ目を合わせて
焦げ目を、あれちょっと待って、焦げ目合わせて、あ、横にした方がいいかな、こんな感じ、横の方が可愛いね、ちょっと寄ってね、ちょっと寄って、あ、ちょっと寄ってね、で、ちょっと形を整えて、できた。完成しました。でね、タレが入ってたんでね、こちらのタレつけて食べていきます。はい、タレも出来上がりました。それではいきます。いただきます。いきます。さあ、お味はどうでしょうか。来ましたよ。あ、そうだね。おいしい。うん、おいしい。あれ、これなんか初めて食べたかも。餃子と思ったら外の皮もちだ。そして熱い。うまっ。え、なにこれ、餃子、中身は餃子で外側がお餅で、このニラとね、お肉のね、あの味がね、すごい、めっちゃおいしい。これ来ましたよ。あ、来る、買うよ、開くよ。ん、熱いのは嫌い。こんな感じ。うわ、うめえこれ。うん、真冬に食べたいな。あった、こたつの中で食べたい。こたつじゃない、鎌倉、鎌倉の中で食べたいですね、これは。めっちゃうまい。もち米とね、ニラがね、お口の中で踊ってる。いや、これはね、うまいぞ。もうこれだけでいいって感じ。お米ともね、多分ご飯とも合いますね、これは。でもそのままでもね、あの腹持ちは良さそうですね。うわ、肉汁もね、すごい。からしとかつけてもね、美味しいかもしれない。いやー、たまないっすね、幸せって。こういう感じで外側がもちもちで中側はジューシーなですね。ですねって何が。幸せはここに詰まっていたんだ。皆さんの幸せはこの中に詰まってますよ。幸せがこっち詰まってる。うめえ。今まで食べた中一番うまい。うん、うまい。本日のお料理、こちらのニラシャーペときましたら、お飲み物はもちろんこちらのクエン酸、シベリアンレモンのクエン酸ですね。シベリアレモンのクエン酸。いい匂い。見て、健康に良さそうな成分がいっぱい詰まっているだろ。ほら、見た目はまるで白ワイン。ほら、白ワインでしょ。では、あー、酸味が効いてる。まるでレモンだな。もろレモンって書いてあるけど、美味しいね。シベリアレモンってすごいな。シベリアのレモンってうまいな。シチリアン、あ、シベリアって思ったらシチリアレモンって書いてある。シチリアでしたね。シベリアじゃなかった。どこシチリアって。まあいいや。ん、合うぞこれ。このソース かけたら美味しいの。うん、しかもうん、その合いますね、こちらと。
やっぱニラが入ってるんでね、レモンと合いますね。はい、それではゆっくり食べていくよ。ペロリと食べちゃいましたね。美味しかったです。ごちそうさまです。本日の料理はね、ニラのニラシャーペーと、お飲み物はシチリアレモンクエン酸と、来ましたらデザートはこちら、こんにゃく畑でフルーツこねたにゃく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 で、おなじみのこんにゃくゼリー、こちらを食べていこうぜ。好きなんですよね、こんにゃくゼリー。好きだ、はい。めっちゃ美味しいですもんね。そうそう、めっちゃ美味しい。これ食べたことある？子供が食べたらさ、喉詰まっちゃうっていう。そう、詰まっちゃうからさ、もうちょっと大きくなってからね、って言ったら。私の1個はいよ、こんな感じですね。ほら、あー、わかりますか、このプルプル感。プル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 、すごい弾力でしょう。じゃあ、いただきます。はや、うーん、桃めっちゃ桃の味ていうか、桃って書いてある。うまっ。そりゃうまいわな。これのね、ぶどう味自分好きなんですよね。ちょ、ぶどう取ったつもりだったんですけど、桃でしたね。ぶどう見ながら多分桃取ってますね、これ。頭の中ずーっとぶどうだった。食べた瞬間桃だった、ね、よく見たら桃って書いてあるし、え、も桃すもも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 ものうちって言うじゃないですか。多分ぶどうも桃も桃のうちですよね。この透き通った美しい色のゼリー、うまい。皆さん、こんにゃくで食べてから喋りましょうね。皆さん、こんにゃくゼリー食べたことあります？これほんと美味しいですね。普通のゼリーは口の中でジョロッとね、いなくなっちゃうじゃないですか。で、こんにゃくゼリー噛まないとね、いなくならない。結構ね、弾力がすごくて、もう本当にね、こんにゃくみたいですね。いや、美味しいな、これ。実際なんか、こんにゃく入ってるみたいですね。こんにゃく粉って書いてある、ここに。美味しくて、お腹も綺麗。マンナンライフのこんにゃく畑。はい、3個にしておきます。ありがとうな。ごちそうさまでした。はい、今日もとても美味しくできました。よかったです。いやー、美味しかったですね、ニラシャーペー。もう外はね、餅で、中がね、ニラとひき肉が入っててね、美味しかったです。餃子もうちょっと強く焼くとね、パリパリして、なんかせんべいみたいになってね、またそれはそれでね、美味しそうだなと思ったので、次回やるときはね、強く焦げ目をつけてね、ちょっと食べてみたいと思います。せんべいみたいに、サクサクサクっと。はい。じゃあ、今日もご視聴ありがとうございました。それでは、バイバイ。